墓参りでやってはいけないこと5選。体に触られても反応しちゃいけない。怖いって。いやそれきつい。怖いってそんな。いや見ちゃうよ。声を結構僕ら聞くじゃないですか。俺は反応しまくってるんで、うん、誰かしらについているんではないか。やべえやばい。やばい。振り向きまくってるみたいな。嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。セギデン。おお。なんかカメラ拾ったよ。ギリ拾ったの。拍手が独特。ということでやってまいりました、はい、関川の都市伝説。やってきた。ありがとうございます。略して関川都市伝説。わー、関伝じゃねえんだ。最初関伝じゃねえんだ。さらに略して関伝。なるほど、二段階略してね。二段階ですね、はい、アリノコ、アリゲイツ、アリゲイターみたいな。どういうことだ。普通のワインだよ。大変好評いただきまして、はい、僕のね、都市伝説もちょっと人気出てきましたよ。うぇー、有名ですよ。もう今となってはもう土手面なんてもうぽいって感じですけど。あー、本当にもう怖い勢いだね。本当に怖っ。お前それが一番怖かった。超悪くね。本当に彼女いるから満足かな。まあそうね、両立できないから。僕が持ってくるのは基本的に怖いものなので、怖いの好きな視聴者さんが多いので、うん、相性はいいと思うんですけど、はい、はいはいはい。本日も怖い都市伝説。うわー、題して墓参りでやってはいけないこと5選。なに。普通にお墓のマナーとは別にある、まあ迷信といいますか、都市伝説といいますか、そういうものをお話ししていきます。なんならまあちょっとこの家にまつわるお話もありますので。え、まあ、まあまつわるというか関係ある。なに。まあ最後には実話の体験談のお話を、体験談交えてお話しするお話もあります。はい。1つ目、お墓で転んではいけない。これ結構有名な話なんですよ。お墓で転ぶとその拍子であちら側の世界に足を踏み入れて命を落とすって言われてる。そうでしょ。でもお墓であんま転ぶ人っていないじゃないですか。いないいないいない。確かに。でもあちら側のね世界に入ってしまって死んじゃうんですよっていう、うわ、言い伝えが結構あるんですよ。でもこれって子供が走り回らないように注意喚起をしているっていう説もある。なるほど。あー、ね、これお墓って石でできてるんで、うん、角が結構鋭いんですよ。あ、そう、危ないね。そこ足転んで足ぶつけ、足っていうか頭とかぶつけると、うん、もう本当に命を落とす危険がある、うんうん、そう、そういった意味での注意喚起って説もあるんですけど、はいはいはい、これ本当に怖いなと思ったのが、靴とかたまに置いてあるとこ分かる、道路とかでもいいんですけど、うんうん、落ちてる、靴が落ちてるケースあるじゃん。片方だけさ、そうそう、ある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 、ある、意味わかんないじゃん、うん、確かに。この話を知ってゾッとしたんですけど、うん、厄を払うという意味で、その霊的に何かを感じた場合、靴とか履いてるものの片方だけを置いていくっていう風習がどっかにあるらしい。俺それ結構ずっと謎かった。そう、俺も謎なんで1個だけ落ちてたのみたいな。そうよく見るもんね。その風習を知ってる人たちが多分何かを感じて、子供たちの靴片っぽだけ置いたりしてるっていう。結構ゾッとしない。ゾッとする。大体でもそういうのあるのってちょっとさ、不気味なとことかさ、やっぱ多いよね、そういうところにね。例えば墓とかそういう不気味なところで、あちら側の世界に踏み入れかけて靴を置いていこうってなってるっていうことなんですね。どっかの出張の時にもあってた。あったあった、靴はあったあった。だからあれって故意的に落としてるんですよ。2つ目、おいでおいでとか手招きしてはいけない。あー、ちょっとこれはなんとなくなんかね、うん、まあ、これは予想通りなんですけど、うん、そういう行為によって霊が自分が呼ばれていると、うん、勘違いしてその人に取り付くんです。子供がいる人とか特に注意。あ、そうだよ、遠くの方に子供いてるみたいな。おいでとか大きな声で言うのも危険。この行為もしちゃいけません。だからなるべくその子供に近づいてこっち来なさいみたいな感じで言わないと、霊が勘違いついてくるかもしれません。うわー、でもこれもやっちゃいそうだよね。無意識に言っちゃうよね。そうそうそう。あと猫とかいるじゃない、そういうのにこうシッシとかやっても見え方によってはおいでおいでなんだよ。この行為もタブーらしい。とりあえずまあ手招きしない方がいい。勘違いさせちゃいけないんだな。そう、勘違いさせちゃいけない。手首動かしちゃダメだろ。3つ目、声が聞こえても振り向いてはいけない。それもこれでも結構でもこれちなみにだけど、うん、お墓で声聞こえたことある人いる？あ、はいはい。あ、マキのさ、左側の墓地、墓と地蔵があるんですよ。
うわあ、やばい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 、足落としちゃって今バキッツで、バキッツってバキッツってマジバキッツ、誰か踏んだようなバキだぜ、なんか行きました、これダメだこれダメだ、笑い声するよ。ああ、そう、そういう感じで霊感が強めの人とか、うん、もしくはもう霊が強すぎるパターン。ああ、はいはいはい。たつきそちらどちらかというと霊が強すぎたパターン。そうです。薬師堂の巻、うん、こちらの動画見てみてください。はい、はい、はい。まあ、こちらの動画でたつきが墓から声がするっつって怯えて逃げてきたんですけれども、うん、まああれ何がセーフだったかっていうと、元から見てる方向に墓があったから。ああ、そうかそうか。それ霊は自分を気づいたって分かってないかもしれないわけですよ。でもこれお墓で声かけられて振り向いてしまうと、霊って自分の存在分かってもらう人についていくんだって。あー、かまってもらえるからね。まあかまってもらいたいんじゃなくて、本当は成仏してほしいんだって。そうそのために存在をアピールし、あーなるほど、その声の方向に振り向いたってことは確実にも自分の声聞こえているいうことで、もう一気にそれでバッと反りつくらしい。やばっ。たつきのはだから聞こえてるっていう認識を向こうがしなかっただけで、こっち向いてる時にこっちから聞こえてってなってた場合もさっと、この人には聞こえるほど危ねえ。ちょっと気をつけないと、そうだね、もしをしないと、あ聞こえてると思って入ってきます。4つ目、体に触られても反応しちゃいけない。怖いって。いやそれきつい。怖いって。そんな、いや見ちゃうよ。これはいない体験はあるわ。正義が結界みたいに貼られてたところあったじゃん。うん、 あれ正義なんか後ろこの辺こう掴まれた。あ、だから正義はあったじゃん。その時でも反応しちゃいけないってこと。反応しちゃいけないし、そこをそっちの方見てはいけない。さっきのは声ですよね。うん、うん、まあだから基本的に霊は、まあ、人間と一緒で話しかけるんです。まず、うん、自分の存在を知らしめるわけです。はいはい、はい、でも気づかない。うん、気づいてもらえない場合、こう、うわーい、うわーい、うわーい、アプローチがこのタッチに変わると、肩引っ張られたり足引っ張られたり、うん、まあ、よくお話で聞くじゃないですか。うん、そうなってきてるのはもう本当にもうその人に突こうとしているというか、うわ、絶対に存在を分からせてやろうと。うん、まあだからこれがこの家と結びついてるなと思ったのは、あーなるほど、声を結構僕ら聞くじゃないですか。俺は反応しまくってるんで、うん、誰かしらについているんではないか。やべえやん。やばいやばい。振り向きまくってるもんだ、見たもん。この説明をこの家でやっちゃうっていう。だからネタバラシみたいな。すごいことになってる。例も多分今もこう。おお。うなずいて。勉強し。他に午後にお墓参りに行ってはいけないという都市伝説が存在する。主にタブーとされる理由は2つあり、1つはお墓参りは何においても優先すべき行為なので、用事を済ませた後に行くのは良くないとされているからである。二つ目は、午後になると墓には悪い霊が現れ始めて、その霊がお墓参りをした人間に悪事を働いたり取り付いたりするからである。最後5つ目ですね。こちら体験談を交えてお話ししてみます。はい、他人のお墓に手合わせしてはいけない。これ結構まあレアなケースというか、うん、稀なケースですけれども、まあ A 子さんとします。はい、A 子さんの身に実際に起こったお話を元に話をさせていただきますけれども、お願いします。はい、A 子さんはですね、まあ、普通成人されてる女性なんですけれども、はいはい、家族思いの方でよくお墓参りに行くと。その時も先祖のお墓に行きまして、お参りみたいな、うんうん、して、まあ、お花添えて、まあ、水を置いてみたいなしてたんですけど、うんうん、隣を見るとね、B 家のお墓、まあ、大体どこも隣に墓あるじゃないですか。まあまあ、何年もね、誰も来てる感じがないんですって。あで、かわいそうになってしまって、 A 子さんはその B 家のお墓にも手合わせして、お花も添えてあげたんですって。で、そのまま何事もなく家に帰りまして、まあ、A 子さん寝たんですけれども、奇妙な夢を見まして、全く知らないおじいさんが夢に出てきて、うん、神棚に向かって、なんかブツブツ言ってるんですって。で、A 子さん、まあ、気になって普通に、何してんすかみたいな声かけたら、うわっ、しばしった目で、うこちら、睨みつけてきて、そこで目が覚めるっていう夢を結構見るようになったんです。怖い。1回とかじゃないんだ、何回も見るんですよ。そうそうそう、やばっ。その夢を見た次の日から、 A 子さん頭痛とか、うん、肩の重みとかすごい感じるようになって、うわ、働きすぎかなって思って、 A 子さん有給休暇を取って、うん、温泉に行くことにしました。はいはいはい。で、車で向かったんですけれど、その車道中交通事故に遭うと。めっちゃ不幸で、しかもなんか肋骨を折ったみたいで、うん、全治3ヶ月。うわ、ということで、はい、手を合わせることぐらいいいんじゃないかと、うん、まあぶっちゃけ思うじゃないですか。まあまあまあね、うん、これ何がやばいって、他人の先祖の墓に手合わせることによって、一体じゃなくて何十体の、もう先祖、先祖代々なんで、何十体の方が、その方が身内だと勘違いして振り付いちゃうみたいな。あ、だから強めの
現象というか、こういう災いが起きやすくなってしまう。なるほどね。だからパッと見ね、両親でやってるような感じですけど、絶対に他人の墓で手合わせしちゃいけませんよという話ですね。うーわー、これ続行じゃないよね。続行かと思うぐらいです。以上。いやー、マジためになった。いやー、これはね、勉強になったよ。次回の出張ホラーからちょっとね、意識するよ、意識する、てか、すでに俺らとか限らず多分みんなためになってるからね。そうやね、皆さんも気をつけてください。はい、はいはい、少しでもゾッとしたりためになった方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の都市伝説でお会いしましょう。バイ。引き込まないで。